どうも、えー、はじまきょしろです。ちょっと今日は重大な動画で、やっぱりその、僕とヒカキンさんが、舟仮説っていうのが出てるんですよ、今の世の中で。で、まあね、まあちょっと結論から言いますと、船から前に面識がないっていうね。いや、まあ、船仮説出てるけど、まあ、まず面識がないっていうね。 うん、ちょっと恐ろしい事態が起きててやっぱり仲良さそうに見えてるから不仲説が出るのに会ったこともないやつが不仲説が出てるっていうのがちょっとネット怖いなーって思っちゃって本当にあの会ったこともないのにいつの間にか不仲説が出てるんですよ、うん、それ本当俺びっくりしちゃってね一度も面識ないのにいつの間にか,なんか不仲説が出ちゃっててへえー、って俺は思っちゃったんですよね いや、まあ、なんか仲良,くか良さそうにしてたけど、最近動画出してないとか、絡んでないって言うんだったらわかるんすけど、一度も絡んだことないのに、俺から何かアクションを出してないのに、うな仮説が流れていると。不なか説がちょっとネット怖いなと思って。っていう動画です。まあね、まあ、不仲説とか、まあ結論から言いますと、不仲説とかの前に、まず面識もないし、友達でもないでした。まあ、友達になれるなら友達になりたいですよね。 ということで、ヒカンさん、えー、動物の森のフレンズになってください。